藤真でございます。今日も仮想通貨ニュースを巡ってビットコイン、イーサリアム、リップル、IOST、 そしてルナのチャート分析をしていきたいと思います。はい、あとね、今週のメンバーシップ限定の、コラムね、また10倍になるかもしれないコインということで、書きますので、ぜひメンバー入ってみてください。はい、じゃあ今日もね、仮想通貨ニュースですが、今日は日経新聞ですね。アメリカで、初めて仮想通貨先物の ETF が上場しましたということで、昨日ですね、昨日というかまあ日本時間で言うと、まあ、今日になるんですけど、ビットコイン先物に連動した ETF の取引が、初めて、アメリカの取引所で始まりましたということです。アメリカのプロシェアーズが運用する商品で SEC の承認を得たもので、プロシェアーズが、まあ、金をね、昨日鳴らすということで、まあ、結構報道がねされてたということで、まあ、これでね、まあ、証券会社に口座を持って株式や ETF の購入に慣れている、人に、まあ、ビットコインの投資機会を提供するものだということで、上場の意義をね、強調してしましたと。プロシェアーズの、マイケル・サピア、CEO が、まあ、強調しましたということで、大きなニュースになってました。それに合わせてね、ビットコインの価格も、かなり上がってまして、一時期$64,000まで行きました。日本円でも、ユーロ建て、そしてトルコリラ、建てでも、使用された金更新して、まあ、残るはね、まあ、主要通貨でいくと、まあ、アメリカドル、でまだ使用された金は更新してないって感じなんですけども、まあ、いよいよね、更新しそうにはなってますということで、今日のニュースはプラスマイナス中でプラス5ぐらいにしたいなと思います。じゃあビットコインからね、チャート分析いきたいなと思います。ビットコインね、昨日その$64,000をタッチしたけど、まあちょっと、そこでもじもじしているという感じですね。一昨日と3日前しっかり下ヒゲ出てきて、昨日はまあしっかり陽線出てきたって感じなんですけど、まあ今日はちょっとまだ、この時間帯、日本のこの時間帯はまあ値動きないという感じで、まあこういう上昇トレンド効いてるようにも見えますね。ただまあここのね、まあアセンディングトライアングル上に抜けてますので、まあこのまま続投してきて、まあ今日の夜とかまあ明日ぐらいには市場最高値更新になりそうな感じがしてますか。しっかり抜けきれなかった時にストンと落ちるっていうね、こともあるので、こういう時にね、まあ、ちょっとここがこう、ウェッジっぽくなって、上に上げきれずに下に落ちるっていうのもあるので、まあ、あんまりハイレバレッジで、ロングするのはやめた方が良くて、まあ、無難にね、僕みたいにレバレッジ3倍とかぐらいで、まあ、長期でロングするのが、ま、一番ね、心も落ち着くし、まあ、最終的には爆撃取れるんじゃないかなと思ってます。ということで、ビットコインは引き続き、まあね、買っていくべきだし、まあ、ロングを取っていった方がいいかなと思います。はい、じゃあ次が、イーサリアムですね。アルトコインにはね、まだあんまり資金が流れてきてない状態で、あんまりね、強い上昇にはなってはないですが、まあ、イーサリアムは、まあ、引き続きね、もう、コイン平行チャンネルがあって、まあ、この大きな三角持ち合い、最高値から引く三角持ち合いの、まあ、上限タッチぐらいのところで、まあ、もじもじしてますが、$4,000をしっかり抜けてきたら、まあ、大きく跳ねると思いますので、まあ、抜けてきてからのロング、または買いがいいかなという目線で変わりないです。はい、じゃあ次、リップル行きましょう。今日もね、サクサクね、ちょっと行こうかなと思います。あんまりアルトコインは、大きな値動きないのでね。リップル$1.1です。122円ぐらいですね。あんま変わってないですね。まあ、昨日ちょっと陽線出てましたけど、まあ、引き続きこの三角持ち合いの中にいて、50日移動平均線はちょっと上に抜けたんで、一回まあ、この辺まで、$1.2ぐらいまでは上げやすいかなとは思ってますが、まあ、本格的な爆上げはね、スウェル近くなってきて、
まあ、しっかりこのね、三角持ちは上に抜けたところかなとは思ってます。はい。じゃあ、サクサク行きましょう。IOST は、あんまり大きな値動きないですね。うん、0.049。5.5 円ぐらい。この上昇トレンド割ってます。で、次が100日移動平均線の 4.5 ぐらいかな。0.044 だから4.8 円とか 4.9 円ぐらいで、まあ、買い支えされやすいのかなって感じ。ちょっとまだね、しばらくね、軟調な動きになりそうですが、こっちのこういうね、平行チャンネルを上に抜けたあたりから強く跳ねてくんじゃないかなと思いますので、まあ今はね、おしめの買い増しチャンスという感じで、僕もちまちま買ってます。じゃあ次、今日ね、ルナ行きましょう。ルナやるの初めてかな？バイナンスでトレードできますので、買いたい人はバイナンスでやってみるのが良いかと思いますが、今日は、昨日ね、ちょっとまあ大きく、少し反発を見せているので、ちょっと取り上げたんですけど、まあ、こういう上昇トレンドがね、あって、そろそろちょっと上に上げてきそうなので、なんかおしめ買いしたいなと思うのであれば、まあ、このルナとかね、まあ、こういう感じの上昇トレンドライン。まあ、あと50日移動平均線に支えられてるのはあるんで、まあ、この辺でおしめ買いしたら、今ね、38ドルなんですけど、この辺の高値50ドルです。だからまあ、一回この辺で買って、高値更新して60ドルとかね、上げてくる感じのチャートになりやすいかなと。思います。はい、という感じで、今日、まだ6分台か。今日めちゃくちゃ早いです。今日めちゃくちゃ短い動画になりましたけど、そんな感じで、仮想通貨のチャート分析してみました。今日の動画役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして動画の説明欄に僕がお勧めしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンクおすすめです。そしてメインの現物の口座は、バイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、手数料が安いバイビットおすすめなんで、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。また明日。チャオ。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と、20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。